高橋さん、これですけどね、これは作り変えてますね。もともとはね、このどっちかなんだよね。あ、そうですね。それで、このどっちかがこの上に乗っかってたはずなんですね。あ、この上に、あれが。そうそうそう。え、こっちの上、うん、え、こっちの、だから、春田神社にある神岡と、はい、春田町の高石さんは、こういう石の石柱の上に、こういうお社が乗っかってて、それは、あの、立川流の堀氏が、あ、そうなんだ、作ったやつ。あの上に乗っているというか、恵比寿大黒だね。恵比寿さんと大黒さん。大黒さんですね。ああ、じゃあ、はい、こっち、右が大黒さんで、左が恵比寿さん。高石神社ってどういう神社なんですか？高石さんは、大国主の息子のなんだっけ、竹稲田とかじゃなくて、そういうあれじゃなくて、ね、うん、あ、何人もいるんですね。長男が、あの、すぐ、承諾した、なんか、ちょっとあんまり、あれはあれですね。じゃあ、国づくり関係の、あれなんですかね。まあ、俗に言う商売繁盛の神さんだから、恵比寿さんの方じゃないですかね。これはだから途中で明治かなんかにこれをつけると思うんですよ。どっかに刻んでないかな。もうちょっと見たんですけど、ないんですよ。だから その前にはね、多分どっちかのお社がね、この頃、狐飾ってあったのどっちか。情報を語って。え、これじゃあ、次は大泉さんのね。こっちはある。これね、多分飯綱社の方です。天正12年に稲荷社が春日山の お稲荷さんから分婚されたってこう書いて、まあちょっと何かの本に書いてあったんですよね。で、それの元、これの多分元がまだ あるはずなんですよね。で、ここの境内は飯綱社の境内なんですよ。で、ここの一帯はその篠山エリアで、桑原と稲荷山の両方の共有財産だけども、お祭りは稲荷山だけがここをあのまあ、たあの単独でやってたっていうふうに書いてあるかな。桑原と稲荷山って割と 仲いいっていうかあれなんですか。まあもともと桑原から稲荷山が分かれて出たっていうことだからね。だけどもその、こっちは上田藩で向こうは松浦藩か、そういう関係からして結局まあそれぞれの神社が必要になってるんじゃないですかね。だから春田神社もね、上の宮と下の宮ってそういうあれになってる。これはね、一応今のあれでは明治41年の神社合祀令によって、合祀されてるんだよね。で、この拝殿は大正3年に、明治42年の1月の大吹雪によって拝殿が倒壊したのを大正3年に、どうも作ったらしい。その時に、法暦2年の1752年に、稲荷神社正一五社大名人ってそこに、社号はそれとはちょっと違うはずなんだけども、正一五社大名人、だからこれ伏見稲荷の系統だよな、これ。これを、天保12年に京都吉田家よりお墨付きをいただいたと。で、奥の本殿はこれ多分いつ作った法暦2年の、あれだと思うんですよね。それはまあ、これも細工はかなり、立派な細工になっています。